休年中は皆さんにご支援いただきまして、やっとこういう時代が厳しくなってきましたから、チャンネル桜や国盛り頑張れ の進化がやっと見えてきたと思います。誰が本物か、どこが本物か、はっきり言いまして、戦後の保守が全部ダメだったっていうのが明らかになったと思います。我々はその厳しい現実を引き受けなきゃいけない年になります。でそれも思いだけではなくて、人自分が何ができるかということも考えながら、自分の家族のために、あるいはふるさとのために、日本のために何ができるか考えながら、本当に考えながら一歩一歩前進めていくしかないと思います。そういう意味では、チャンネル桜も他のいろんな保守系のチャンネルありますが、ウクライナ戦争、あるいはイスラエルとハマスの戦争、こういう中でもっと言えば憲法の問題も決定的に日本会議さんや、そういうところとですね、違う、もっと言えば日本保守党さんとかこういうところも違うことが、憲法は我々は、最低でも前文と9条2項は、変えなきゃいけない、付け加えるだけではダメだと、3項を自衛隊を明記するではダメだと、これはもう間違いない話で、これをやったらもう本当に占領憲法を苦しみながら認めた先祖に申し訳ないし、靖国の英霊に対しても私はもう本当に許すことできない。だからこれは憲法改悪だと思ってます。正直甘い考え持ってやったら、日本がそのまま戦後の体制、アメリカに対する従属国的な立場を永久化させると信じてしまう、そんな思いありまして、ちょっと固い話、新年から申し訳ないんですけど、私は昨日の元旦の石川県の地震を、16時17、8分ですか、やっぱりこれは神々の警告だと思います。 3.11 もそうだったんですけども、今年の元旦に、そして天皇陛下におかれましては今日一般参賀を中止なさると、こういう決定をなさいました。そういう意味でも私たちは本当に日本国民として、今日今から昭殿参拝いたしますが、お願いをするんではなくてお誓いをする、尊崇の礼を捧げ、そして感謝を捧げ、そして私たちも後に続きますという、心の中でいろんな形でお約束を申し上げる、お誓い申し上げる、そういう参拝にしていただければと思います。今年も頑固もんでございまして、なんか反発する方も随分おると思いますけれども、これもうやらなきゃしょうがないということで、私も、身を挺して頑張るつもりでおりますので、今年も皆さんよろしくお願いします。それで思い出してください。チャンネル桜が、私も含めてどういうこと、チャンネル桜にもいろんな立場の方おりますからいいんですけども、ウクライナあるいはイスラエル、イスラエルはもう最後まで徹底的にやるはずですから、でどこまでイランとああいう湾岸諸国が我慢するか、はっきり言うと最初から言いましたけど、
イランの核武装の阻止のためだと思います。で大統領選挙のためにあのバイデンとかネオコンのグループは何するか分かんないです。これあの混乱があった方がいい、誰もが平和を求めているわけではないということ、私たちの国の人たちはみんな人間は平和を求めていると思ってますけど、金儲けのためだったら何人死んでもいいという人たちが世の中にはたくさんいるっていうね、この現実が今目の前に突きつけられているということでございます。はい、ということで、でもあの、やたらと暗い話ばっかりしますけど、我々日本人がこれだけいますからね、なんとか日本守りたいと思いますね。はい、あのいつもあの希望っていうのは本当にあの、ね、心の自分の心の奥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 に本当にひっそりと呼び出されるのを待ってるって感じでねいますから、ぜひ自分の心の奥にいるもう絶望的な気持ちになっている人も多いと思いますけど、呼び出すように自分の中で考えて前進んでいきたいと思います。本当にまあ来るとこまで来ましたっていう感じですね。はい、あんまり別にここで質問を受けるとかいうことじゃないんで、はい、ということであの一人一人じゃあ日本人としてあのお誓いしてください。よろしくお願いします。間もなくだそうですので一回、はい、はい、皆さんどうも、お疲れ様でございました。あの先ほど言いましたように、元旦からやっぱりあの、ね、国の神々が警告を発しているというそういう状態でございます。で関東もですね、真面目な話あのいろんなことが起こる可能性あります。関東大震災再び、まあ、あの関西もそうです。で今回こういう皆さんとね、今チャンネル桜のネットワークありますから、何かあった時本当にお互いにねあの連絡取れる人たちだけでもお互いに助け合うようなことも本当に考えたりしてます。これ具体的に本当にあの考えなきゃいけないっていうねいうことであります。であのやっぱりあの私ね31日夜ちょっと街中一人で歩いてみたんですけど、やっぱりね日本がなくなってました。本当に変な言い方だけどかっこつけて言うと虚無とね、これだけがこう空虚がずっと街の中さまよってるっていうね、そういう寂しい日本になりました。これ心がなくなってきたと思う。行く年来る年見てもね、あの私は本当がっくりしたんだけど、アナウンサーがねキャーキャー騒いでおめでとうございますとかね、本当に無常の中に私たちがみんなで身を寄せ合って生きてるっていうね、こういうような感覚の行く年来る年っていうものはなくなってる。 NHK 長寿なくなってる。それから教育テレビ私も初めて久しぶりに見たんだけど、もう遊びのバラエティになってる NHK のね。これ本当にこういう国営放送がここまで堕落してねダメになってるのを見た時ね、もう一回本当に全部やり直さなきゃいけない、全部やり直さなきゃいけないっていうのは本当に感じました。これが出発の年になると思います。ぜひ皆さん、共にですね、まあ、我々はあの微力ですけど無力ではありませんから、あの一歩一歩あの輪を広げていく形にやっていきたいと思います。あのわーっとやってね選挙で勝った勝たないとかそういう問題じゃないです。もう日本の民主主義というのは欺瞞で嘘だというのははっきりしましたから、あのそういう意味では一人一人の総合の行動が大事になってくると思います。ぜひ共に歩んでいただければと思います。ということで今日はありがとうございました。まあ、一般参加がなくなりました。あの陛下 あのご決断かあるいは宮内省なのか分かりませんけど、残念ですけれどもこれなくなりました。なんで今日は これで解散をさせていただきますけれども、で一応集合写真をちょっとできたら舞台を後ろに、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さん、明けましておめでとうございます。神殿前におります。今、正殿参拝をやってまいりました。多くの皆さんが参拝なさってます。残念ながら今日は、皇居の一般参賀が、昨日の地震のために中止という形になりました。まあ、今年の日本の一つの、激動の時代の幕開けとして、神々が警告したのではないかと、そんな思いがいたします。国盛りの運動も、去年本当に大きな前進を遂げました。何よりも、まずどこよりも、理論水準、いわゆる政策や戦略、こういったものがどこよりも優れた、保守系の団体であることを私たちは行動によって、発言によって、まあ、証明することができました。これからも、今総崩れになっている日本の保守、中米、親米、親中、こういうような形で自民党をはじめとする、こういった保守を自称する人たちが総崩れになった状態の中で、我々だけが、昨年、起立し、そして、姿勢を保ち、国民運動を展開することができたということであります。まあ、大変な時代ではありますが、ウクライナ戦争、あるいはイスラエル、パレスチナ戦争、こういった世界が、現実に耐えられる私たちの、政策や戦略を持っておるかどうか、これが問われてきたに、2023年だったと思います。さあ、今年になりました。私たちは、さらにもう一歩進めて、日本の行く末を、私たちが担っていく、希望の道に進むかどうか、あるいは絶望の亡国の道を進むかどうか、その岐路に立った中で私たちは最先頭に立って体を張って前に進んでいきます。ぜひ、皆さん、チャンネル桜、国盛衆、新党国盛、そして頑張れ日本全国行動委員会、こういうところに、結集していただければと思います。それでは、今日集まってくれた仲間から一言ずついただきたいと思います。はい、皆様明けましておめでとうございます。まあ、昨日ですね、石川県の方で地震がありまして、たくさんの方が被災されてですね、まず、お見舞い申し上げます。思えばですね、昨年は関東大震災から100年、そして来年は阪神淡路大震災から30年という、まあ、本当に日本は地震とか災害にですね、見舞われる、国だと思います。しかし今までですね、この多くの災害にですね、日本人は力を合わせて、なんとか立ち上がってですね、これをみんなで協力して復興してまいりました。しかし、今年はですね、まあ、今年1月、まあ、台湾総統選がありますし、11月には大統領選挙もあります、アメリカのですね。でこの状況によって本当に日本がどうなるかという、ことが心配されます。そして、こんな大変な時期ですけれども、我々はですね、今正殿参拝して、英霊の皆さんに続いて、いざとなれば命を懸けても日本を守るということでですね、お誓い申してまいりました。全国の国盛衆の皆さん、頑張れの皆さん、ぜひ力を合わせて今年みんなで頑張りましょう。よろしくお願いいたします。あ、どうも皆さん、新年明けましておめでとうございます。昨年度ではですね、関西では、稲垣秀也代表、それと中村武史まあ、副代表ですね、それぞれ、統一地方選、それと大阪府知事選挙ということで、非常に打って出たと、そういうね、チャレンジの年になっていきました。まあ、それによってですね、非常に関西国盛っていうものもですね、非常に洗練されてきたのではないのかなと。今年もですね、まあ、その去年培ってたですね、洗練された部分を、まあ、基礎にですね、
さらに国盛運動っていうものをですね、発展させてより多くの人々に、ご賛同いただけるようなそんな形のね、運動いわゆるそういうところを、ね、中核にしていきたいなと思ってます。まあ、これからもあの関西国盛、一つ頑張りますので皆さん応援のほどよろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、皆様明けましておめでとうございます。そしてあの昨日に能登沖であの震災で、被災された方はお見舞い申し上げます。改めて昨日の地震で南海トラフともそうですけど、まあ、日本のインフラの脆弱性とかに本当に、考えさせられました。で本当に去年から、大阪の府知事選で核武装を訴えてそこから本当に随分半年でも国盛に対しての印象であったりとかで日本各地でもやっぱり核武装特に SNS とかでやはりそういったことが広がってきているなというふうに本当感じてますので今年はよりその反応をより増やしていくように、僕も含めて、国盛州であったり、日本国民全員でこの核武装とか日本を取り戻すってことを実現できたなと思います。そして、靖国神社の方でも英霊の皆様にあのご挨拶してきました。国盛州であったりとか頑張れ日本もそうですチャンネル桜こういったところの発展であったりとかより飛躍できるように頑張っていきます。明けましておめでとうございます。私は何も大したことはできませんが日本がこんなにあのひどいことになっている国会議員も政府も何もかもまじまじとあの大変な国になってるんだなっていうことが分かりました。どうか皆さんもあの一人一人できることを私もやりますが日本を取り戻すだけではなくあのもうどう日本を残していくかっていうことを考えていかないといけないと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、明けましておめでとうございます。元旦早々本当にあのおめでたくないことが起きてしまい本当にこの日本の行く末、心配ますます心配でございますが、自分といたしましては本当に個人的にはもうポスティングを頑張ろうというふうに、一層思っております。共に頑張りましょう。今年もよろしくお願いいたします。はい、ということで仲間からの声を聞いてもらいました。はい、今年も前進んできます。後ろ振り向くというよりも前進んできます。もうそれしか今ないというような気持ちです。ぜひ皆さん、大きな気持ちで日本を考え深い気持ちで日本を思っていただく、そういう年にしてください。ぜひ共に歩んでいただければと思います。以上です。